前回に引き続きなのかな。図書です。幹掃除します。それ幹掃除、うん、幹掃除して木の流れ見て、うん、シャリ入れてきます。シャリ図書のシャリが削るようになりますかね。これね、シャリ入れですね。うまくつくかどうかって、ね、うん、それちょっとわかんないですけどシャリを入れます、はい、それから前と同じように、うん、葉の付け根に枯れっぱがあるんですよ、はい、そういうのきれいに取ってきます、はい、枯れっぱですね、これ、うん、こういうのきれいに取ってきます。それから枝を抜いて針金をかけていく形、はい、であと鉢から抜いて足元やっぱり見ます、うん、まず、掃除します。掃除、これ幹ビョラしかけると心拍みたいに、うん、あ、こういうそうシャリが入れられる。心拍と同じように赤い肌が出てきますからね。ちょっとね、この掃除は時間かかるんですよ、これ。そうっすか。もう消しちゃった。こう向いちゃえばいいや。天神もいいんですよ、天神。天神。うん。頭は神。こうなってて、こう神になってる。なるほど。なんかもう、他の…あの筋つけていきますから、はい、あの心拍みたいに普通にこう幹に沿ってこう、そうそうそう、やっていく感じなんです。繊維に沿って吹いていくような形、はい、なるほど。これねじりは入ってるかどうかちょっと分かんないけどね、うん、ここ向けちゃったんでここから下げていきます、この道具は何ですか。これはね、彫塑ってだから粘土でさ、あの粘土でこうかいろんな銅像とかああいうの作るんじゃない、はいはいはい、あれの道具。それをちゃんと削って、はい、こうあ、とんがらしたんですか。うん、削って刃つけたりなんかして、歯医者でこういうの使ってるよね。そうですよね、うん、歯医者でずっと上まで行っちゃうか、これ、うん、どこやっぱ部分的に枯れたりするんですか。だからこういう枝もここダメだね、これ入っちゃうから、はいはい、この枝は入っちゃったから、うんうん、これであのよくねこう鉛筆かなんかでこう線つけて、はい、自分の好きなようにやってるけど、それはちょっともう細くできないんだよ、これ、うんうんうん、水水は水水できるだけ細い方がいいですからね。へえ、あのシャリを多くして水水を細くしていく。へえ、そうすると自分の好きなようにこう線描いてそれで彫刻刀で彫ってったら、はい、こう繊維が切れちゃう。はあ、繋がってないから、こういうふうに一本線引っ張って、それから幅をこう広げてた方が枯れる確率は少ない。なるほど。でこれをちょっと広げていきます、これで傷入れて、そう、これさえ入れるでしょ。でピンセットで、で皮むいていくの。なくても、うん、この細いから大変なんだこれ。太い木だったらね、だいたい半分ぐらい取れればいいかなって、うんうん。これやるとやっぱ木は太くなりにくくなるんですか。大丈夫だよ。もう何にも関係ない。問題ない。これ木が太く、ここが太ってくるんです。水水があるとこは。ここは枯れてたんだな、これね。ここ。これ色違うでしょ、これ。本当だ。これ、シャリが入ってたんだよ、これ。あ、元から入ってた、うん、これ元から入ってたやつ。だから、これあの、来年ぐらいになると、うん、こう木が硬くなってくるから、こう、剥いたところ。はいはい、こうなる。またでも、その上に皮ができてた。そう。このぐらいでいいかな。どこだ。内側に。
て、で一番下はね、あの生きてるとこ残しとく、腐っちゃうから。ああ、なるほど、うん、全部下まで行かないで残しとく。枝のせい、枝と葉っぱを、はい、枯れてる葉っぱを取って、この辺がほらこういうな、葉っぱが柔らかいからね、硬いやつだと手に刺さっちゃうから、これ葉っぱが。あ、そうですか。枝抜いてきます。あんまり抜かないで、あの下に垂れ下がったやつだけ抜いてきますからね、うんうん、これはここはダメだね、これね、入っちゃってるから、シャリのとこに、うん、こうシャリに入っちゃってるとか、うんうん、こう2つの枝取っちゃいますから、はい、じゃあ、だいたい抜いたんで、これで足元見ますからね。はい、うん、みんなね、回ってます。だって結構深いんじゃないかな、さっき。どうだ、結構いいじゃない、これ、うん、ここまでしよう、これ。あそこまで出しちゃう、うん、ここまで出す。鉢どれでしたっけ、入るかな、入るかな、ね、この根っこ取りたいんだけどね、うん、枯れる可能性もあるからな。もしかしたら、うん、ダメかこれ。でも多少も結構やっぱ鉢小さいのに入れた方がかっこいいですよ。あんまり大きい鉢だとさ、なんか土が温まんないからね。あ、これでいこうか。油そうだったら植え替えます。これでいきましょう。これはどういう感じにするんですか。どうなるかね。根元だけ癖、うん、何でもできそうです。圏外もできるし、粉塵帳にもできるし、できるし、流す半圏外みたい、うん、ちょっと入れてみる。こう作るか、それをこうするとか、うん、そうですね、ここにするか、うん、これね、面白い、うん、こんな感じで、はい、でこれを口へ曲げてくる。そうですね、もう一本針金です、うん、拭き
と先の方が危ないかもわかんない。これ本当ですか。ここで作っちゃうこんな感じになる。あ、最悪だからそれでもね、うん、できるわけですからね。そう、これでもいいと思う。これが生きてるよね。あ、なるほど。こっちちょっとね、ちょっと皮が剥げたとこあるから怪しい。あ、ほら、ここ裂けた、はいはい、あ、本当だ。これじゃ曲がらない、うん、うまく繋がってないけど、これダマになるかもわかんないです。なるほど。そしたらもうこれ一個ちょっと土入れちゃうから。わかりました。今の時期だと水やり何回やってます？違う、盆栽園で。あー、もう何によるよな。拾ってあげた方がいいな。多いのは4回。花物。真夏は持ってやるってことですか？いや、真夏は意外とそこまで、まあげるけど、今とはまあ変わらないです。真夏は熱で蒸発するけど、今の時期は木が吸って乾きやすいと。ちょっと作っちゃおうか。高めでいいや。ちょっと水やったから、はい、これもう一回抜けてこないな。大丈夫だな、大丈夫だ。結構ダメですかそれ、うん、あら、ダメになる。じゃあこれ刺しときます。刺した。帰ってどういう瞬間です？帰りだけ瞬間です。あ、踊り子それもそれじゃないですか。え、それもそれじゃないですか。ダメ？幼虫にっぽいトレーン開いてる海岸の白い崖がある。ちょっとね、こうあのいじんだで残しておきます。はい、こっち先枯れてもいいから。これ枯れたらもうおしまいだから。こんなにいじんだすいません。ここを残して、うん、これ何もしないで、ちょっと一本針金かけただけ。こっちが枯れるかもしれないってことですか？枯れる可能性もある。負けたから、うん、先端が、うん、皮がつながってるんですよ、これ。ほら、あ、つながってる。最悪もこれ、まあ、そうですね、それでも、うん、そういうこれで使えるから。こういうのも棚とか作るんですか？これ作る。だから これでここ2段だ、これ。これ芽ちょっと多いんだけど、取っちゃおうか。じゃあこう棚はね、はい、ここなんですよ、うん、これとこれ。はい、でこういう芽があるんじゃない、これ、はいはい。こういうの使うと、ここまでもうこれがちゃんとなってきたら、うん、ここまで切れるから。あ、なるほど。もっとこう中で縮く、追い込んでいく。これいっぱい目が悪く小さいな。これで風県外風県外半県外だね。県外ぐらい、半県外。鉢より下からもう県外になるけど、正面は一応正面はここ今回の正面はそうですね、こっち。例えばこの先ここをもっとぐーっとこっちに持ってきたいとか、うんうんうん、そうなった時はラファイア巻いて、うん、巻いてやんないとダメだね。今やっちゃってもらう。皮がこの裂けてくるから、ちっちゃくね、うん、作っていきたい。これがもうちょっとさ、こう下に入ってきてもいいんだよ、うんうん、ここに。なるほど。これ直線だから、これ
そうなんですよね。こっちから見ると。ただ、多分、結構。下げてみるか。大丈夫ですか。ここはもうやばいんだよ、これ。ここがやばいですよね。この先は曲げられる？まだ。この先でもね、ここ。無理だな。そうですね。小さく作るのは難しいな。で、こんな感じでシャリを作って、近海風に。第1作目はこれでおしまいにして、はい、また来年だね。そうですね、うん、来年はもうギュッと行きたいですね。落ち着くから木が、はい、どっちになるか、これがなくなるか、なくなる可能性もあるとこれがあったらもうちょっとね、こう模様つけてやれんだ、うん、ここがなくなった場合にもこっちからまた吹いてくるんですか、うん、このぐらいだと。あ、この辺から来るか。これ幹輪に吹かないと思う。この枝で作っていくしかないと。なるほどね。こういう分かれ目があればこういうところ出てくるからね。はい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 、はい、だからここで2つこれとこれで作っていくしかない、うん、なるほど。この2つだからこのまま残しておく。残しておいて、まあ、来年どうなるかっていう感じですね、うん、はい、ありがとうございます。来年までこれ持てば結構面白い気になると思う。